今回は那須町からロードバイクを高久さんと一緒にご紹介します。それではよろしくお願いします。レッツゴー。よいしょ。7周ぐらい走ります。7周ですね。はい、女子が3周。この坂を登り切らないといけないんだ。もう少しです。あ、もうちょっと。えいえい、この坂きつい。え、結構ね、なだらかに見えますけど急でしたね。もう少しで市街地に入ります。あ、そうか、コースの中は市街地も入ってるんですね。なのでこう、ね、当日は、ね、こう沿道にお客さんがいっぱい行ってくれたらいいなという。そうですよね。ちょうどなんか歩道もありますし。そうですね。だからここは本当に観戦スポットになると思います。もうすぐですかね、ゴール。まもなくゴールです。あ、あの旗あるとこですか。あの横断歩道の切れ目ですね。ちょうど旗ですね。あ、じゃあもうここで。はい、ここでゴールです。ゴール。じゃあ左行きましょう。いや、このコース面白いですね。 ありがとうございます。山あり、最高のロケーションあって。そうですね、市街地ありで、はい。いや、もう楽しいコース走らせていただいて本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ところで、自転車乗るとご褒美があるって私聞いてきたんですけど。そうですね、ご褒美、すごい美味しいものを用意してます。那須ブランドになっている商品をいくつか用意してますので、ぜひ食べてください。やったー。じゃあちょっと美味しい美味しいもぐもぐタイム行ってみましょう。ということでご用意いただきました。すごいいっぱいありますね。いい、あの那須の特産品ということで ご用意させていただきました。これは一個一個行きたいところなんですが、ちょっとまずはですね、私今走ってきて、はい、喉カラカラなんですよ。もう絶対これ飲みたい。あ、どうぞ。あの那須ブランドのプレーンの飲むヨーグルトです。あ、飲むヨーグルトですって。じゃあこちら私いただきますよ。うん、味濃い。あ、美味しい。とっても美味しいと思います。あ、染み渡る。なんかしない。指先まで染み渡りますね。濃厚。ね、あの走ってきた後だし、かなり体に染みてるんじゃないですか、ね。またこのちょっと酸味が疲れてきた心と体を癒してくれる感じ。甘みもちょうどいい。美味しいですね。いや、それにしてもナスは本当に魅力が盛りだくさん。いや、もう食べ物から何からも何でもありますんで。やっぱその、ね、自然を感じるっていうところはすごくいいんじゃないかなと思いますし、またあの、ね、観客の人なんかも、まあ、至る所でまあ見ることもできますし、それがまあ一番いいものなのかなと思いますけど、本当たくさんの方に来ていただきたいですね。いや、ぜひ来てほしいですね。